わかんない、俺も今ね、迷ってる。どこ見てんのこれ。10キロで渡る。これが10キロね。10キロ。10って書いておいて。オッケー。10って書いておいて。値段隠せって。これが25キロ。30キロ。30キロね。30キロ。35キロ。絶対覚えてないわ。で、まあこれもベッドに入れながら足つったみたいな。それで足つったってなったらこれを渡してほしい。なるほどね。で、あとまあこの辺ですね。これは俺手元で持った方がいいんでしょ。あ、そう、手元でビニール袋に入れて持っていこうかな。なんだなんだ、このフルマラソンのための買い出し8000円ぐらいいきました。8000円取らせてほしい。なんすか、このガチ感。だから俺、人生初めてのスペシャルドリンクを作ってるんだけど、でも中身はモンスター入れるだけ。だからこのままでもいいんだけど。俺は抜いとかないんですか。いや、抜かないから、もう炭酸で入れたいもん。いいっすよ。山のレースでコーラとかめちゃくちゃもう置いてあるの飲んで、一気に先生がコーラ絶対飲んだ。熟練者のカロが言ってんだから間違いねえんだろう。いや、俺が言ってても間違いねえ。ああ、いや、待って、あ、ごめんなさい、DKD、ごめんなさい。オールしたての大学生かと思いました。すいません。違う。3本買ってきてる。こっちら3本買ってきてる。今日オールする気満々です。あ、ですよね。今日の後オールっす。こっちの方も大学生より過酷な生活してるね。やっぱり違うな。ダッシュで行こうぜ。ドットカミルさんです。よしきさんに一言する。はい、あ、いや、何でもいいっす。よしきさんの YouTube を見て、はい、毎回挑戦するも結果に届かないっていう気持ちめっちゃわかります、はい、まあ、僕もめっちゃわかりますし、はい、その中で、まあ、よしきさんすごい努力されてて、まあ、最後怪我しちゃって、怪我した YouTube はちょっと見てないです。見てないらしいぞ。でもその後まあ、できる努力をしてて、バイクとかスイムとか、まあ、してるのは見ました。神様はその努力絶対見てると思うんで、はい、今日いけると思います。あ、ありがとうございます。神様、そんなことより2時間休憩おめでとうございます。本当でございます。終了しました。ちょっとその波に今日ヨシキも乗れるように頑張らせます。45でしたっけ。一応48を切るっていうあれなんですけど、カメラさん今日どこのペースに入られるんですか。僕は、3時間切りが4チームあるんで、ここを、1周ごと1チームずつ。なるほど。いや、これ今回あれじゃないですか、タイム狙いに来てるっていうより神野さんと走りたくて来てる人も多いんじゃないですか。いや、そんなことないですよ。ありますよ。とりあえず今日めっちゃコースいいですよ。めっちゃいいですよね。昨日僕も一周しましたけど、これ多分やばいっす。みんな自己ベスト出ると思う、はい、けどここで出なかったらもうどこでも出ない。ちょっと待ってくださいね。らしいっすよ、竹本さん、らしいっす。プレッシャーがいい。絶対出ます。今日勝てないんです。大丈夫ですか。サブ 3.5 はもう余裕です。余裕。神が言ってます。神が言ってます。ダッシュで行こうぜ。あ、あ、そうですね。赤毛のアンジャ。あ、シャンクス？どっち？どっち意識してんの？シャンクス。あ、シャンクスか。ああ、どうなの？今日は2時間20分切りを目指してるんですけど。厳しい。ごめんごめん、カロ君踏んじゃった。厳しいの？武田さんの前だと本音出ちゃう。え、嬉しい。嘘です。もちろん2時間20分目指して頑張ります。2時間20分切るっていうのは1キロどんぐらいなの？俺わかんないんだけど。3分20。早いね。そうなんですよ。うわ、すごっ。でも今の状態だと正直ちょっと厳しいなっていう部分もあるんだ。普通に行けば無理なんで、うん、この奇跡起こすくないっすか。いやでもそれだ。噛んじゃったね、俺も噛んじゃった。いやでもそれだけをね、まあ練習多分きっとしてきただろうし。そうそう、やっと手が届くかもみたいな。奇跡起こればいけるかもまでは来ました。いやー、箱根も走ってるし、ね、そういうものは持ってると思うから。いや、期待してるよ。はい、ありがとうございます。見つけ次第に、声かけるわ。あ、わかりました。うん、赤い髪だったら。ああ、そう、シャンクスって声かける。わかりました。あれ？あ、まだこれつけてないの。コートじゃん。こうだね、シャンクスじゃないじゃん。何してんの？何してんの？公式。え？公式？何？お前らの？お前らって。お前らのスタッフの方ですよねって今日3回声かけられた。どうしてくれんだ。スタッフではない。スタッフではないね。スタッフではない。仲間だよね。仲間だよね。ビヨンドの一番トップの人です。いつも通り走りながらの映像を撮るってことね。はい、頑張ってよしき。ありがとう。うん、よしさん、みんな心配してるよ。はい、みんな心配してる。うん、あ、本当ですか。じゃねえ。なんで陰キャになるの。足はね、マジで大丈夫だと思う。うん、本当に、うん、本当に大丈夫。ちょっと待って、もう爪切るとこないじゃん。どこ切んのこれ今から。ね、俺もなんで今切ろうと思ったんだ。いや、多分完全に動揺してるって。これダッシュで行こうぜ。
で、カロ君、はい、まあ、前年度優勝者ということで、はい、2連覇2連覇おお、もう2連覇しかないですよね。僕以外誰勝っても2連覇ない。俺の時代が来てんだ。いや、来てんだ。はい、これ今日やばいかもしれない。やばいよ、本当にどっちに転ぶか楽しみだよ、これが僕が勝つか、僕以外勝つかのどっちかなんで。なんかそれ誰かが言ってなかったのか、そんな感じのやつ。映りたがりじゃん。映りたがり。マジか。もういいよ。以前は2時間いくつだったの？21。はや、ベストはいくつなの？17なんだ。じゃあ今日17超えていくような攻めの走りをしていくってこと？そう、でも勝ちに行きたいっていうのがあるから。逆にさ、なんかライバル的な人いん？ライバルは、うん、三強だよね。コアリー、カロー、レイマス。そうだね、レイリーかな。コアディはちょっと見えないんだけど、ね、見えてくれ。あ、でもその3強なの、まあ、もしかしたら神野さんがペーサーって言ってゴールしちゃうかもしれない。なるほどね。なるほどね。一番それが神野さんが勝ち込む可能性があるってことね。いや、でも本当、はい、期待します。はい、頑張ってね。はい、やっぱ同世代として優勝してほしいですよ。そうだね、うん、短距離の面白さも教えてください。あ、はい、これお前からあれだからね、あの長距離の面白さ教えてもらったと思ってないから。浦島じゃん。元気？元気？あ、元気？いつもその質問。あ、ごめん。今日ペーサーやるの？今日ペーサーやります。え、これお前のユニフォームだこれ。これそう、ラボの方からご用意いただいた。へえ。ペーサー用のユニフォームです。めちゃかっこいいね。めちゃかっこいいっすよ。裏はどんな感じなの？ビヨンド。おお。今日はかなり強調されるよ、浦島の方が。見てください。どれだけこの。ここからはみ出るかってね、ちょっとそこ注目していきたいと思います。お願いします。お願いしますじゃないよ。でも本当頑張ってね。はい、ありがとうございます。逆にあっちのバンクを ガチで手冷た。お前さん自分のチャンネルより俺のチャンネルの方がなんか息ウキウキしてない？息ウキウキしてるよね。あー、そうか。こっちだって何してもいいって思ってる。あ、給食もあるじゃん。給食だね。いい給食だね。食パンですか？なんかスタート前までこれ全部食べようかなと思ったけど。食べ過ぎじゃないですかこれ。無理だった。しかも4分の1も食べてないじゃん。いや、マジでお願いします。頑張れば。いや、本当。ありがとう。刻んでいきましょう。これ3匹あ、それなしでも。それなしで。今のはなしでも大丈夫です。はい、お願いします。お願いします。食べるの頑張ってね。あ、このヨガラゴージのペーサーあるんで、うん、サブスリー目指して頑張ります。うん、頑張れ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。